こんにちは。ナナです。藤井七段は、現在、世紀の大一番を迎え渡辺棋聖からの、タイトル奪取をかけて戦っています。棋聖戦五番勝負で2連勝していますので、今局勝利すれば、タイトル奪取となり、同時に、史上最年少でのタイトルホルダーが誕生します。このことについて、なんと日本だけではなく、中国メディアも取り上げ報じています。その内容について、まず紹介します。中国メディアのレコードチャイナは6日、17歳の日本のプロ棋士、藤井聡太七段を紹介する記事を掲載して、活躍ぶりを伝えています。記事は、数多くの最年少記録と最多連勝記録を有する棋士の藤井聡太七段が棋聖戦に挑戦しており、最年少記録を打ち立てようとしていると紹介。藤井七段を将棋界の神童と評しています。たまに藤井七段を表現するのに、神童って目にしますが、この定義としては、幼い子供を表すとしているところから、現時点で言うならば何なのかと、迷ったりしますが、天才という言葉でも伝えきれない気がして悩ましい。中国メディアは、藤井七段が現在挑戦している棋聖戦について、次のように説明しています。6月8日に渡辺明棋聖に挑戦する五番勝負が始まった。この時、藤井七段は17歳10ヶ月20日で史上最年少でタイトル戦に挑戦したと説明。棋聖は8大タイトルの一つで、タイトルを獲得すれば年齢や段位に関係なくトップクラスの棋士とみなされる。将棋界最強の棋士と言われる羽生善治九段はタイトル通算99期だと紹介した。また、渡辺棋聖もタイトル通算25期であり、棋聖の他に、棋王、王将のタイトルも持つ三冠だとし、現在、これまでの成績を考えると、将棋界の第一人者であると伝えた。そして、羽生善治、渡辺明、藤井聡太はいずれも、若くして才能を発揮した。日本の将棋界では、このような歴史が繰り返されてきているとする一方、過去を見ても、藤井七段は、予想を超える強さを有していると指摘。藤井七段は、史上1位の14歳2ヶ月で、四段、プロ資格の基準になり、プロになってからは29連勝で、勝率は、3年間通して8割を超えているとし、その実力は、トップの棋士と遜色ないと称賛した。また、藤井七段が強くなった背景には、将棋の人工知能 AI ソフトの発達があったとも指摘。最年少記録を塗り替え続ける姿に、その才能は、将棋界400年の歴史の中でも輝きを放っていると称えた。このように、日本以外のメディアの注目も集めているようですが、ヒューリック棋聖戦は、現存する8つあるタイトルの中での序列は、最後になっています。この序列は、賞金の順位とも言われています。ちなみに、日本将棋連盟が公表しているタイトル賞金は竜王のみ。こちらは、読売新聞社主催の将棋の棋戦で、優勝賞金は4400万円で、将棋界最高です。これが、唯一、タイトル戦の賞金として連盟が公表しているものです。棋聖戦については公表されていませんが、賞金を予想する際に使える材料として、女流棋士のタイトル戦である、ヒューリック杯聖麗戦が参考になります。これは、ヒューリックと日本将棋連盟が主催する将棋の棋戦で、五番勝負の勝者は、聖麗のタイトル称号を得ることができます。ここでの賞金は、将棋連盟が公表しており、700万円となっています。主催がヒューリックで共通するプロ棋士の棋戦が本局の、ヒューリック杯棋聖戦ですから、ここから考えて700万円より下回るということは考えづらいため、同額もしくは少し高額くらいではないかと、多くの将棋サイトでは分析していますが、ナナも同じ考えです。棋聖戦が300万円ではという見方が一時期あったようですが、さすがにそれはないなというのが、おおむね将棋サイトの見解です。連盟が公表していないので、様々な視点で想定するしかないのが、現状ですが、
どちらにしても、そんなに高額な賞金ではないことがわかります。将棋の棋戦で、一番賞金が高い竜王ですら4400万円ですからね。羽生九段のように七冠保有していた頃だと、すべての賞金を合計して1億6000万円くらいだったと言われています。七冠あって、やっとこれくらいの賞金ですから、野球やゴルフなどと比べると、少ないと指摘する声もあります。2019年度の賞金ランキングを見ると、藤井七段はすでにトップ10入りしており、それに伴い、JT 杯にも出場が決まっていますが、順位は9位2108万円でした。今日の棋聖戦と、さらに期待がかかっている王位戦でもタイトル奪取すると、この数字を超え、順位も上がります。藤井七段はまだ高校生ですからね。現役高校生が年収数千万円とは、やはりこれもまたすごすぎます。現在棋聖戦の対局中です。AI 形勢だと少しだけ藤井七段寄りとなっていますが、今の様子を見る限り、とても落ち着いていて変な緊張感は感じ取れないので、このまま藤井七段らしい将棋で戦えば、渡辺棋聖最強といえども超えられると期待しています。今局は藤井七段が先手で得意の角換わり腰掛け銀で戦っています。もしかすると今日タイトル奪取となるかもしれない世紀の大一番を見守りたいと思います。